はい、こちら阿佐ヶ谷です。七夕七夕祭りです。ご心配ラムネイト。そちらでは焼き団子とかが和菓子が売っておりまして、ここら辺からですねハリボテというのがたくさんあります。個人でやってる人もいれば会社でやってる人もいます。これがね去年も来たんですけど、阿佐ヶ谷姉妹があってすごい作るのがうまかったです。で最後は賞とかもらえます。あの選ばれます。どうに行くことになる。一つ目買ったのはこちらのジューシーフランクになります。こちらのパン屋さんで買いました。1個500円です。他にも味噌店たくさんなんだビールとか買い物行っているので、ここら辺はサッカー選手リオ、あとなんだっけ人気なキャラクター。次はここのポップメロンパン買ってみました。あのパンチなんとかパンチパンチみたいな、おいしぎパンチなんだっけ、あと後ろの辺もこうやってうまさって、ここのねこのかまぼこ店なんですけど、ここいつでも見に来てるんです。はい、今年も阿佐ヶ谷姉妹、あーいらっしゃいませ。あ、オラフ、ちみちみオラフ、銀だこ、ここの銀だこね、丼とかも売ってます。七夕賞もらってる。なんか餅食べられるし、はい、完成。ここは確かうなぎ屋さんですね。前ここ通った時はですね夜いつももう売り切れてました。そのぐらい人気です。まあ、全体的にお店出していて、今日平日、9日金曜日なんですけどね、まあ、この時間だからか空いている。そうデコピーも書いてあります。ベローチェチェーン店もね、何かしら基本的にお店を出しております。では、はい、焼けてあります。食べろにないように気をつけてください。はい、チーター、そう、さっき名前にあったね、チーター多いね、もうガラポン中水館もやってますね。やっぱ子供用で金魚すくいや、キラキラすくい、スーパーボールすくい、ここ射的とか、もう本当歩いてると、あ、これすごい、歩いてるとなんだろう、まあ、でもたくさんあって楽しめる。ここがね1週間ぐらいやるんですね。別の入り口。大丈夫大丈夫。あの女に。ここにはパエリアパスタ人気で美味しいです。去年食べたことがあるんですけど美味しかったです。広島焼きとか、これは握りって反射スパイラベーコンで食べたお店。やおや安い。あそこら辺はいろんなね、あのお酒だけじゃなくて、あのソフトドリンクも売ってますので、なんとかサイダーでいろんな混ぜるものがあったりするので、酒だけがあると思わないように。大新地のお母さん、大新地のお母さんと、おはようございます。
よっしゃー、行くぞー。今日はまだ滑らせるよ。行くぞー。ドリンク、キゴリ、冷たくて美味しかった。練乳がね、ついてる味とかもあるので、あとは50円追加すると味がつけれたりしますけど、もうめちゃくちゃしっぽりで美味しい、ね。ということで、こちらで終わりになります。楽しかった。